こんにちは。今日はアフターディテイラーの3分解説ではなく、たまたまツイッター上で新しい実写系モデルのリリースに関するツイートを見つけて試してみたところ、そちらが良い感じでしたので、今日は急遽このウェディングインペリアルというリアル系モデルの紹介をさせていただくことにしました。結論から言ってしまうと、とても良いリアル系モデルです。私は新しい実写系モデルを試す際は、だいたいテキストトゥーイメージで過去に生成した数枚の画像をピングインフォを通してパラメーターを抽出し、そちらで生成して画像を比較するということをしているのですが、今回のモデルはチルドリミックスにも似た扱いやすさを感じましたし、また画像の質感がシャープな感じになるという特徴がウェディングインペリアルにはあるので、そのような雰囲気の画像を生成したい方にはおすすめのモデルかと思いました。実際にチルドリミックスで過去に生成した画像との比較をこれからご紹介します。これらの画像はすべてピングインフォでパラメーターを抽出後、テキストトゥーイメージでのみ生成しているので、一部崩れている箇所もありますが、そこは多めに見ていただけたらと思います。今回チルドリミックスで生成した画像と比較という形で紹介しましたが、先ほどもお伝えしたように画像の質感はチルドリミックスに比べてシャープ寄りになっていることがわかります。なお、ウェディングインペリアルはシビット AI とハギングフェイス上で公開されており、今回私はハギングフェイス上の方を参照しています。内容としてはどちらも同じかと思います。ハギングフェイス上のドキュメントを見ると、生成時におすすめの設定なども書かれており、試してみるには十分な内容のドキュメントが整理されているため、皆さんもぜひ試してみることをおすすめします。最後に、自由気ままに生成してみた画像を紹介して今回の動画を終わりにします。ハギングフェイス上のドキュメントで推奨のネガティブプロンプトとして記載されていた、こちらのネガティブプロンプトを利用して生成しています。詳細なパラメータはいくつかの画像を画像投稿サイトのチチプイに上げています。リンクを概要欄に記載しておくのでチェックしてみてください。こちらのチャンネルでは今回のように実写系モデルの紹介動画も頻繁に上げています。リアル系の画像を生成したいけど、どのモデルが自分に合っているかとお探しの方は、ぜひチャンネルをフォローしていただき、他の動画も見ていただけると嬉しいです。それではまた次回、ご視聴ありがとうございました。